農家あるある。よし、あれだ、世界一美味しい野菜たちや。うちの野菜たちが一番美味しいと確信している。こんにちは、大根のお裾分けです。農家同士のお裾分けの量が半端ない。さーてと、そろそろ一休みしようかな。ふう、今日ははかどるな。10時と15時は基本お茶休憩。腹ごしらえにおにぎり食べるか。うまい。休憩中のおにぎりがめっちゃうまい。そういえば明日からゴールデンウィークか。まあ、うちに関係ないけどね、頑張ろう。ゴールデンウィークは基本田植え。うわー、めっちゃ生えたな。種が足りねー。ブロッコリーの収穫が追いつかず菜の花畑になりがち。見て見て、私の愛車はベンツです。軽トラは別名田舎のベンツ。よし、今日は久しぶりのお出かけよ。綺麗めな軽トラはお出かけ用の車。よしよし、今日もいい子ね、美穂ちゃんは。子供の名前にみのり、な、ほなど作物に関する漢字で命名しがち。